皆さんこんばんは、ティライです。今日はなんと来家族が250人を超えました。なんか大声でイエーってしたいんですけど、いつも私動画を撮るとき時間がめっちゃ遅い時間に撮るんですよ。お父さんとかお母さんがみんな寝てる時間に撮るから、多い声やでかい声はできないんですけど、本当に感謝してます。本当にありがとうございますね。私の YouTube って編集も上手じゃないし、話すのも上手じゃないから、本当に見てくれるだけでありがたいんですけど、本当に皆さんに感謝してます。その中で今思い出す人は、そうですね、私 YouTube 始めてからちょっと私を応援してくれるし、動画も本当によく見てくれるんですよ。くれる人がいたんですよ。その人は本当に私がこういうのを言ったのかと知らないことまで覚えていて、インスタとかツイートでもそうお願いもしてないのに私の YouTube を紹介してくれたり、友達にもいっぱい紹介してくれるんです。その人には本当に感謝してるから、私も何かしてあげたくて、私にお願いとかもらいたいこととかあると聞いたんですけど、なんともらいたいことはないけど、本当にいっぱいあげたいことはいっぱいあるという返信が来ました。本当に感動しました。感謝してます。今日に今動画を撮っているからあまり思い出さないんですけど、メッセージの中で本当に嬉しいメッセージがあったんです。友達と遊ぶとき私の動画を見たんですけど、そのときラクラコっていうのが出て、ラクラコって言ったんですけど、隣の友達が、あ、ラクラコその人知ってるの、その風になって、その友達も私の動画を見ていて、友達だったけど今日から家族になりましたっていうそのメッセージがあったんです。それもめっちゃ嬉しくて今思い出しました。それと、なんか家に猫がいるんですけど、その猫の名前がライっていう私と一緒の名前でびっくりしましたっていうメッセージもありました。それはめっちゃ偶然で不思議で今思い出しました。私の名前がなんでライかっていう質問もめっちゃ多かったんですけど、本当に大したことはないんですよ。日本に住んだ時、知り合いのお兄さんのいたずらで誕生したんですけど、日本に仕事をしてる時、日本の方はなんか人を呼ぶ時前の名前で呼ぶんじゃないですか。でも私の名前がイーガンヨンって言うんですけど、それならイーサンってなるけど、その前の名前が韓国はほぼ一緒なんですよ。イーサン、キムサン、パクサンとか、ほぼ一緒なんですから、イーサンっていう人が3人とかいて誰を呼ぶのかわからないんです。それで下の名前で呼ぶけど、その下の名前がめっちゃ難しくて、韓国でも私の名前が発音がめっちゃ難しいって言われるから、日本の方にはもっと難しいと思うんです。それなら好きに呼んでくださいって言ったんですけど、その仕事の知り合いのお兄さんが、この人の名前はドライですって言ったんですよ。それで皆さん私のことライって言ったんですけど、そういうことは私が知らなくて、なんで私ライだろうと思ったんです。ドライっていうのはいい意味では4次元とかあるんですけど、
まあ悪い意味では頭がおかしい人、考えることがおかしい人っていう意味もあるんです。でもいたじらでそうしたんだから、まあいいと思うんですけど、その時雷さんって言うんですけど、私その時めっちゃ好きな漫画があったんですよ。ドブルレスっていう韓国でめっちゃ有名な漫画なんですけど、その漫画の中で一番強い男の人の名前がティ・ライジェルって言うんですけど、めっちゃかっこよくて、この人を過去でライって言うんです。ティ・ライって言うんですけど、私その人の名前を呼ぶんだと思ってめっちゃ喜んでたんです。それで皆さんライさんっていたんですけど、本当のことを私は知らなくて、まあ現実はドライでした。まあでも日本の方はドライっていう意味をわからないんだから、まあそう呼んだと思うんですけど、それで、まあ、それなら私のことティライって呼んでくださいって言ったんですよ。まあ皆さんそれが口にも慣れてるから、それならティライって呼んでくださいって言ったんですけど、それで私の名前がティライってだったんです。まあ私はそういう名前がめっちゃ気に入って、韓国に帰ってきて YouTube 始めてから、やはり私の名前って発音が難しいから、ティライを使おうと思ってティライっていう名前を選びました。まあ本当に大したことはないんです。まあ今日は皆さんに本当にありがたくて今動画を撮っています。今日はここまでです。これからもよろしくお願いします。ラコラコ。